皆様こんにちは、愛です。サジクがいらっしゃいますけれども、本日は久々にですねクッキングやろうかなと思っております。バナナがちょっと黒くなってきたら、私バナナブレッドをね作るんですけれども、ブレンダーでね混ぜるだけの簡単バナナブレッドを作っていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。まあ、ということでサジク泣いてどこか行かれましたけど、今回バナナすごいことになっておりまして、旅行に行く前にちょっとねダークスポットがプツプツと出てきてたので、帰ってきたらちょうどいいだろうななんて思っておりましたら、見てもう真っ黒なんです。これはやばいと思って、ちょっと柔らかすぎるからどうかななんて思っているんですけれども、私は黄色くなり始めた固めのバナナが好きなんですけど、まあなのでちょっとでもこうねダークスポットが出てきたらバナナブレッド焼くんですが、まあ、できればダークスポット多めのね完熟バナナでね作ると美味しいかなと思います。それではまず下準備といたしまして、私バナナブレッドにですねくるみ入れて焼きます。歯ごたえと香ばしさが出るので好きなんですけれども、これね小さいピースになってるものなのでそのまま計量いたしますが、だいたい 70g ですね。計量いたしまして、フライパンでいってもいいしオーブンで焼いてもいいんですけど、めんどくさいのでねレンジでチンします。うちのマイクロウェーブは 1200W ですね。で1分まずやってみて様子見て、ちょっとね油が出てきてツヤっとして香ばしい香りがしたら OK なので、様子見て1分ずつぐらいですねレンジチンします。そしたら本日はねこちらのパンで焼こうと思うので、オイルですねスプレーしておきます。もうね今ね下の方はいい感じになってきててパチパチ言ってるんですけど、これめちゃくちゃ熱いので1回目はいいけど2回目3回目はマジで気をつけてください。もうちょっとした方がいいかなと思うので、もう1分ぐらいしておきます。そしたらですねオーブンを予熱するんですけども、350度ですね、180度でオーブン予熱していきます。うちのオーブン9と0がね効かなくなってしまって、今351って言ったと思うんですけど、5ずつの刻みでね温度が上がるので1にすると350になりますね。くるみが終わりましてね、とりあえずね予熱しておきます。いい感じかなと思います。ジューって言ってるし、出した時ジューって言うから気をつけて、本当に熱いので気をつけてくださいね。でこれこのままね置いておきます。そしたら私はですねもうブレンダーでガツガツ混ぜてしまうので、これをまあ計量するんですけれども、もちろんね手で混ぜても OK です。まずは卵ですね、卵1個割り入れます。お次バターですね、バター私はココナッツオイルのねバターリーフレーバー使いますが、何でもいいので手混ぜの時は溶かしバターにした方がいいかなと思うんですが、ブレンダーの場合はねこのまま入れちゃっても大丈夫です。あんまり硬いバターだとやっぱ溶かした方がいいとは思うんですけど、ブレンダーでも。こちらをですね 80g 入れていきます。お次はお砂糖類ですね。私はブルーアガベを入れますが、ここちょっと難しいところで、バナナの熟し具合とかにもよるんですけれども、だいたい100から120の間で調整しているんですが、今日はね、かなり熟してるので、とりあえず今日100入れますね。普通のお砂糖を使う場合は、150ぐらいまで入れても大丈夫かなっていう感じなんですが、お好みでそこは調整してください。お次はお塩ですね。お塩を小さじ2分の1ですね入れます。そしてシナモンも入れます。シナモンもお塩と同じくですね小さじで2分の1入れます。こちらお好みなのでシナモン苦手な方はね入れなくてもいいかなと思うんですけど、私もお父さんもそこまでシナモンのもの得意じゃないけど入れた方が美味しいですね。お好きな方はもっと入れていいかなと思います。お次ベーキングパウダーですね。ベーキングパウダーを今度は小さじですね、小さじで2入れます。そしてこちら強力粉ですね、強力粉を使ってください。バナナブレッドなので強力粉になります。強力粉を 200g 入れます。そして最後にですね、私アーモンドミルクを入れるんですけれども、手混ぜの場合はこのまま混ぜて大丈夫なんですが、ブレンダーで混ぜる場合はちょっと水分がないと回りづらかったりするのでアーモンドミルクを入れております。こちらね50ぐらいかな入れます。そしたらねこちら蓋してブレンダー回していきます。あんまり回しすぎると粘り気が出てしまうので、様子見て周りにお粉ついてますけど、まあこのぐらいまで混ざったら OK なので、バナナを加えていきます。だいたいね2、3本なんですが、今日はとりあえず2本にします。小さいピースにしてねこうポンポンと入れていきます。そしたらまたねブレンダー回します。手混ぜの場合は
バナナね、潰してから加えたら混ざるので、フォークなどで潰して加えてください。このぐらいになりましたら、最初に用意したくるみですね、入れます。ちょっとだけ回します、くるみ。小さくなっちゃうといけないので。まあそしたらこんな感じになってるので、ちょっとくるみがね、しっかり混ざるようにヘラなどで混ぜてあげます。そしたらね、最初に用意いたしましたこちらの型にですね、生地流し込んでいきます。で、まあパンパンと鳴らしてあげてオーブンに入れていきます。オーブンね、余熱が終わっておりますので入れていきます。バナナね、5本あったのでね、もう1個分ね作ったので、こんな感じで入れて350度ですね、180度で予熱したオーブンで45分焼いていきます。焼き上がりました。ちょっと触ってて潰しちゃったんだけど、竹串刺してべちょっとした生地がついてこなかったら OK ですね。こちらで少し粗熱取ってから型から外したいと思います。手で触れるぐらいまでね、熱が取れましたので型から外しました。逆さにしてね、ポーンとすると綺麗に外れるので OK です。もう一個の方はね、ちょっともう早いんだけど、熱いから一切れずつにしてラップに包みました。まあこちらですね、端っこは落として、こういうギザギザのナイフの方が切りやすいですね。まだ熱いからちょっと潰れやすいので、まあこんな感じでお好きな大きさに切ってね、ゆきますが、熱々でね、いただいてもね美味しいので、私はね、どちらかというと出来たてを食べたいタイプですね、バナナブレッドは。まあ翌日前寝かすとね、味は馴染むかなと思うんですけど、焼きたてほかほかね、バニラアイスとか乗せて食べたいなと思うんですが、とりあえずね、こちらもうちょっとね、熱取ろうと思うので、ちょっとつまみ食いしたけど、濡れたキッチンペーパーをかけてお父さんが帰ってくるのを待ちたいと思います。でお父さんにね、試食していただこうと思います。はい、それでお父さんね、帰宅されましたので試食ですね、していただこうと思います。入念に匂いのチェックをされておりますけれども、柔らかいね、パウンドのくせに。ブレッドだから。あ、え、うまい、パンやこれ。バナナブレッドだよ。お父さんいつも何なの思って食べてたの。パウンドケーキ、くるみと、あと何これ。くるみしか入ってないよ、バナナとくるみでしょ。茶色い斑点は何なの。バナナの繊維じゃないの。うん、美味しゅうございますね。ありがとうございます。バナナが結構熟してたので、うん、甘みもかなり抑えたんですけど、まあただね、ちょっとこれではフレンチベーカリー、バナナブレッドだからね、フレンチベーカリーにないでしょ。あとはね、うん、もうひとひねり欲しいね。これをマカロンで挟むとかさ。すごい引きずるね、フレンチを。私これあったかい間にアイス乗せて食べたいんだけど。うん、いいんじゃないですか。横にアイス添えてさ、うん、つけながら食べる。ちなみにものすごい甘さ控えめですよ。そうだよ、いつももっとすごく甘いよね、うん、ね、いつも食べてるの分かってる。パウンドケーキだと思ってた。これ何回も食べてるってのは分かっておりますか。覚えてる。うん、よかった。今日これを初めてって言われたらどうしようかと思った。多分こんなようなやつは食べてる。こんなようなやつじゃなくて、いつも食べてるじゃん、バナナがある時は。もうちょっと食べるの。なんでお前2個あんの。こっちさっきつまみ食いしたやつ。うん、もう1個食べるの。サラダがありますよ、この後。以上です。以上ですか。よろしいですか。何か他にはありますか。いや、大丈夫です。お父さん、どうもありがとうございました。いや、大丈夫です。ということで、本日はバナナブレッドを作ってみました。まあもうね、どんどんね、ブレンダーの容器にね、計量していって、具は回してね、焼くだけのものなんですけれども、もしかしたら、ブレンダーのパワーが弱いものだと、回らない可能性もあるので、少しミルク増やしてあげたらいいかなとは思うんですが、手混ぜの場合はね、卵溶きほぐして、お砂糖入れて、溶かしバター入れて、粉類をね、どんどん入れて混ぜていくっていう感じで大丈夫だと思います。で、バナナをフォークでサシャッと潰して、混ぜて、から最後にくるみですね、入れるっていう感じかなと思うんですけど、手で混ぜてもね、そんなに時間がかかるものじゃないかなと思います。今日はかなりバナナ甘そうだったので、少し甘さを控えめに作りましたが、大抵ダークスポットがプツプツ出てきたもので作るときは120ぐらいですね、アガベシロップ入れるようにしております。まあでも今日ね100入れたんですけど、これでも十分ね、私には甘み感じるので、すっごく甘いのが苦手っていう方はね、このぐらいでもいいのかなと思います。普通のねお砂糖使う場合はやっぱね150ぐらいね入れた方のがいいかなとは思うんですけど、お好みの甘さ加減ってあると思うので、もしよろしければ何度か作ってですね、見つけていただけたらいいかなと思います。
うちはそんなにしょっちゅうバナナがあるお家じゃないんですけど、お買い物して周りをこう見ていると皆さんバナナねカートに入ってるんですよね。なのでねバナナってねやっぱりねよく食べられるねフルーツなんじゃないかなと思ってるんですが、朝食べたりおやつに食べたりスムージーに入れたりとかねしてるんじゃないかなと思うんですけど、できる限りね長持ちさせたいから緑のバナナね選んで買ってきたりとかすると思うんですけど、まあどうしても数日ね経つとプツプツっとねダークスポットが出てくると思うんですが、バナナの食べ頃もお好みがあると思うんですけれども、私はねもうねダークスポットがちょっと出てくるとそのまま食べるのどうしようかなって思うタイプなんですが、お父さんどのぐらいのバナナが好きですか？ちょっと黒いプツッとあるのが好き？いやそこまで。まあなのでね、うちはね最近コスコでねバナナ購入しておりますけれども、2人だからねやっぱりお互いの好みの間にね食べきることができないので、まあかなりプツ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 とね広範囲に出てきましたらバナナブレッドにして、食べきれる間はねそのまま食べてるんですけど、まあ大抵1本焼くんですが、今回みたいにね2本焼いた場合は1切れずつですね包んで冷凍したりね、冷蔵庫に入れておいてレンジで10秒20秒チンして食べたりしております。お父さんサラダ食べた後もう一切れ取りに行きましたね。とってもね簡単にできますので、まあ、ダークスポット出てきてバナナねかなりね熟してきてこれどうしようかななんていう場合はですね、ぜひバナナブレッド焼いてみてください。お父さん何かございますか？これはパウンドケーキではございませんので要注意でございます。ずっとバナナブレッドだよって言ってたんですけどね、見た目一緒やから。パウンドケーキだと思うんだみたいな。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。まず可愛い顔からしようか。これ持って可愛い顔してください。お願いします。ちゃんとカメラ見てくれる？カメラ目線もっといい顔して。なんで前歯出すの？なんで口ムニムニ動かすの？マイクお願いします、ちゃんと。なんで目をシパシパするの？もう動画じゃないから目シパシパしてもわかんないよ。はい、ポーズ。だからその顔好きだね。よくやるよね。はい、もう一回ちゃんと最後、可愛い顔お願いします。それ可愛い顔なんだ、OK。はい、わかりました。どうもありがとうございます。